My precious friends My name is Dr. Karz Kinojita 面白い英語塾担当の Kinojita です今日は次のようなポイントで学んでいきたいと思います、えー、最初はですね日本でレストランでモーニングサービスってあるんですけどもあれって全然違う意味になってしまうというお話ですねそれから、えー、日本ではスポーツですね でよくデ「デッドヒート」が繰り返されとか言いますけども「デッドヒート」っていうのはちょっと違う意味に使われているというお話ですね。で今日の聖句、まあ、以前もやった同じ聖句でちょっと違う部分なんですけども「第一ヨハネ5章の13節ここの聖句を取り上げて英語を学んでみたいと思います。それから、えー まあ日本の方々が英語の単語を発音するときにある英語のこの単語はこういうふうに発音するてだて決まってるんですけどもけれども一貫性がないっていうこの単語とこの単語と同じ発音だから日本語でも同じ発音になる日本語英語でも同じ発音になるはずなのに違う発音になってしまうのがあるっていうお話ですね。それから最後は アメリカの都市の名前ですけれども、日本人はアメリカカリフォルニアのロサンゼルスのことを短くロスって言いますね。ロス。けれどもロスっていうあの短い表現ですとアメリカ人ではどこの都市をのことを指して言ってるのかわからないというお話をしたいと思います。 あるクリスチャンのアメリカ人がま日本に旅行に来てですね、日曜日の朝どこに教会があるかわからないんですけどもどこか教会を探して礼拝に行きたいと思って町に出かけてきましたあちこち見たんですがなかなか見つからなかったんですけどもあるところにですね看板が出ていました看板英語の文字で書いてあったんですなんて書いてあったかモーニングサービスって書いてありますね 日本語でカタカナで言うと「モーニングサービス」って書いてありました。あここだと思って入っていきました。そしたらですねなんか変なんですねいきなり注文取りに来たんですよ。で周り見てもですね礼拝の雰囲気とは全然違う周りの人がみんな食事してるんですよね。でウェイターさんが来てなんか注文取ろうとしてるんですね。びっくりして ここで礼拝がありますかというようなことを聞いたんですけども新聞官も何のことを言っているかわからないというふうになってですねそのアメリカ人の訪問客も困ってしまって結局礼拝に参加することができなくなってしまったっていう話聞いたことあるんですけどもその日本ではファミリーレストランなんかのですね朝食メニュー特別な朝食メニューとかもありますよね。 それをモーニングサービスとかって呼んんじゃうんですねモーーニングサービス朝に提供する、まあ、サービス食事のサービスってことですかねそれでモーニングサービスってやっちゃうんですで英語ではモーニングサービスになるんですけども英語のモーニングサービスは全然意味が違いますね朝の礼拝って意味なんですね朝の礼拝モーニングサービスですから外国人が その看板モーニングサービスっ看板を見たらあ,あここで出会いやってるんだと思って出会いいするために入ってきてきしまうというと感じですねですからモーニングサービスは朝の特別な朝食メニューとしてを指す時に使うことができない表現ですね。で日本でいうモーニングサービスは英語では何と言ったらいいか簡単な表現ですね。 朝食は Breakfast ですねで特別なってつけない Breakfast Special 特別な朝食 Breakfast Special って書けば日本でいうモーニングサービスのことになります Morning Service って書いたら朝の出会いのことになります、えー、マラソンとかですねいろんな競技でよく デッドヒートを演じることはできないって話聞いたりありますかデッド前も似たような話をしたことがあるんですけどもデッドっていうのは死んだっていう意味ですねもうそういうものなくなっちゃったっていう意味で死んだヒートは熱ですね情熱とか熱デッドヒートは 熱がなくなくっっちゃったそのヒートアップする状態がなくなっちゃったってデッドヒートそうするとちょっとあれと思いませんか例えば2人のマラソンランナーが来てゴール直前追い越したり抜かれたり追い越したり抜かれたりしてですねゴールまでもう必死に2人がゴールに向かって走り込んできた時にデッドヒートが展開されて。 いいると言いますでしょうけれども英語のデッドヒートはもう熱がなくな冷めちゃってるっていう意味ですね。もう互いに必死に頑張ってエネルギーも全て出し切って走ってるっていうのと全く反対の意味ですねデッドヒート。ですから英語ではそういう時にデッドヒートとは言わないんですね。でデッドヒートっていうのは まあ競馬なんかでもよく使われる言葉ですけれども同着を同時につくとかあるは同,同じ点数そこにもう優劣がないって言われてたんです優劣がないすなわちヒートアップされる要素がも,うなもはやない同じだからということなんですねですからもう、えー、エネルギーの,あの出し合いとかそういう状態じゃないもう同時についちゃった。 もうや競争がそこにないそれでヒートがなくなっちゃったそれでデッドヒートなんですねですから同時に着くことをデッドヒートっていって同時に到着するまでの過程をデッドヒートと言わないんですねその過程は反対ですよねデッドヒートの反対もうエネルギー出し切ってる状態ですからそのゴールする寸前はデッドヒートの反対が起こってるわけですでゴールに到着したらデッドヒートなんですね でそれが日本では間違って使われているんですねデッドヒートを展開するということはできないのにデッドヒートを展開していると言ってしまいますねじゃあ英語では何ていうかデッドヒートが展開されるっていうのを英語ではですね have a close game ってうです、ね、もうほとんど優劣がない展開競争とかゲームとかですねそういう言い方ですね Have a close game close それが日本でいうデッドヒートのことですねですからこれからは英語を使うときにデッドヒートって言いたいときは They had a close game They have a close game と言ってくださいねで、同点になった後同着になった後がデッドヒートです、えー、今日の聖句は第一ヨハネの五章の十三節 以前も同じ聖句をあげましたけれども今日はちょっと違うその違う部分の組み合わせを使っていただいてます。私はあなた方に永遠の命を持っていることを知っていただくためにこれらのことを書きますと。これもまあ有名な聖句でその一部ですけれども。 もう一回読んでますね I write these things to you so that you may know that you have eternal life、えー、この英語の文章満期しても非常に意味がありますしこのような文章がさらさらと口から出てきても非常にまあ素晴らしいですねけどもいきなりこのような文章が口から出てくるっていうのも難しいかもしれませんのでいつものようにですね四つのステップを踏んで そういう文章、英語の文章を作る練習をしてみたいと思います。で、この聖句の背景にある3つの英文があります。1つは、I write these things to you。私はこれらのことをあなた方に書きます。I write these things to you ですね。2つ目は、You may know it. あなた方はそれを知っているかもしれません。You may know it. あなた方はそれを知っているかもしれません。これも優しい英語ですよね。で、三つ目。You have eternal life.You have eternal life.Eternal というのは永遠のという意味ですね。Eternal life. 永遠の命。 Everlasting Life という表現もありますけれどもどちらでもですね Eternal Life この三つの文章がその聖句の背景にありますで、この三つの文章をどのように絡ましていったらその聖句になるかというステップを見ていきたいと思います最初に You have eternal life あなた方は永遠の命を持っ で言いまますすですねねそんんなに難しくありせこの文章の前に that, T「that」A、T, THAT という単語を加えるとこの「that」はあれという意味じゃないんですね。この場合は別の you know, 単語ですけども「that、T」H A T、という単語を加えるとその文章全体が名詞になってしまいます。 That you have eternal life. 意味はあなた方が永遠の命を持っていることってあるね持っていますが持っていることという意味になりますでこれは名詞と同じ扱いになりますね名詞と同じで名詞をどう判断したらいいかその言葉の後に「手」に「大葉をつけた時に違和感がない場合はそれは名詞ですね だから、あなた方が永遠の命を持っていることをとかと言えますでしょ。ですから、これは名詞なんです。で、今度3つ目にですね、You may know her maiden name。あなた方は彼女の旧姓を知っているかもしれません。maiden、maiden name というのは旧姓。結婚する前の名字ですね。それを maiden name と言います。You may know her maiden name. あなた方は彼女の旧姓を知っているかもしれません。でこのメイ n ネーム旧姓っていうのは名詞なんですね。というのは旧姓を知っているかどうか。手にう日をつけることができればそれは名詞なんですね。だから「her maiden name」は名詞ですからさっき言った「that」を加えた表現「that you have eternal life」と入れ替えることは可能です。入れ替えるとどうなるか。 You may know that you have eternal life。あなた方は永遠の命を持っていることを知っているかもしれませんという文章になります。それで一つのあの半分のあのステップが終わったんですけども、もう一日のりありますからちょっとだけ聞いてくださいね。まずここまで終わりました。<coughs> you may know that you have eternal life。まあそういう文章がここで得たということになります。そうしたら。 今度はそれをもう一日の日の日にすると聖句になりますで、You may know that you have eternal life というさっき作った文章ですねその前にまた二つの単語を加えて So that 二つの単語を加えて So that を加えてですね So that you may know that you have eternal life とやるとどうなるかあなたがた に永遠の命を持っていることを知ってもらうためにっていう意味になってこれはこの福祉かということになりますね福祉,福祉っていうのは動詞を説明するんですねだから動詞の後にそれを動詞と一緒に使って違和感がなければそれは福祉なんですねであなた方が永遠の命を持っていることを知ってもらうために言っていますとこれを言っていますとかねその後動詞をつけると 意味がしっくりしますでしょそういうのが福祉なんですで、福祉は他の福祉と入れ替えることができますねで、三つ目の文章として I write these things to you tomorrow 私は明日これらのことをあなた方に書きます I write these things to you tomorrow Tomorrow というのは こう、副詞ですね。名詞としても使いますけども。副この場合、副詞ですね。明日、行きます。明日食べますとかって動詞。と一緒に使うことができれば、それは副詞なんですね。明日があるって言ったら、これは名詞なんですけどね。で、日本語がつくときは名詞。動詞と一緒に使える場合は副詞なんです。で、この場合は tomorrow は副詞ですね。そうそう。さっきの副詞化した表現と。この。 Tomorrow という副詞を入れ替えることができますねどういう文章になるか I write these things to you so that you may know that you have eternal life 私はあなた方に永遠の命を持っていることを知ってもらうためにこれらのことを書きますというちょっと長い文章ですけれどもそこの文章に今たどり着くことができましたねでこのようにしてある文章を名詞化し それを他の文章の名詞と入れ替える、あるいはある文章を複詞化して。他の文章との複詞と入れ替えることが。入れ替えることによって、文章をどん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 発展してですね。長くて複雑だと思われている文章でも、比較的簡単に作ることができるようになります。わかりましたでしょうかね。では、今学んだ成句を利用して。 応用文を作ってみたいと思います例えば私はあの金メダリストがあなたの息子さんであると聞いていますこういう英語パってとっさに出てきたらこれ素晴らしいですけれどもとっさに出てこないかもしれませんねとっさに出てこない場合どうするかやっぱりさっきのように四つのステップを踏むと非常に簡単に英語を言えるようになります その私はあの金メダリストがあなたの息子さんであることを聞いていますという英語は I hear that the gold medalist is your son ですけどもこの文章はどうやって作ったらいいかまあ簡単ですから最初に The gold medalist is your son あの金メダリストはあなたの息子さんですという文章これは難しくないですね the medalist gold medal Is your son. で「The Gold Medalist is Your Son」の前に「THAT、T」THAT」A T、つけるとどうなるか「THAT」「The Gold Medalist is Your Son」そうするとあの金メダリストがあなたの息子さんであることっていう意味になります。ことって意味になるとこれは名詞なんですね。っていうのは手に予報つけられます。 あの金メダリストがあなたの息子さんであることをとかねあることがというふうに手にをつけることができますからこれ名詞なんですね。で三つ目「I hear the news 私はそのニュースを聞きます」。あれ「聞いています」とも言ってたけど「I hear the news」これも非常に簡単な英語の文章。 ニュースですねそれも名詞ですねニュース大きくの点用法がつけるやつですから The news は名詞ですそうしますとさっき名詞化した表現をこの The news と入れ替えることができますねその結果 I hear that the gold medalist is your son あの金メダリストがあなたの息子さんであることあると聞いていますという英語の文章ができました 優しかったですか難しかったですか慣れると優しいですね。I hear that the gold medalist is your son. これがそらそらって言えたらいいですね。もう一つ応用文章を作ってみましょうかね。私がはあなたがたとえ嫌でも、あなたに同じことを繰り返して言います。時々これ大切ですね。相手が嫌がっても繰り返して言わなくちゃいけない場合がありますね。 ですからこういう表現を言えたらまあ便利です。英語では I repeat the same thing to you even if you don't like it. I thing if like it. repeat the same thing to you even to don't you you don、like、こういう文章になりますけれどもこれをどうやったらそういう文章を作ることができるかやはり4つのステップを踏んでみましょう1つ目 You don't like it。あなたはそれが いやです。嫌いです。You don't like it. そんなに難しくありませんね。You don't like it.You don't like it の前に、EVENFEVENIF、e e、i e e v ですね。EVENF i という2つの単語をつけるとどうなるか。あなたがたとえ、いやでも、それがいやでもですね。あなたがたとえ、いやでもという意味になります。で、これは この文章が福祉になったっていうことですね。福祉になった、副詞っていうのはさっき言ったように、動詞と使うとしっくりいくことがですね、あなたがたとえ嫌でも来なさいとかですね、あなたがたとえ嫌でも寝なさいとかですね、その後に動詞つけますとしっくりきますから、これは福祉なんですね。で、福祉は他の福祉と入れ替えることができるって約束がありましたね。 で三つ目の文章として I repeat the same thing to you one more time 私はもう一度だけあなたに同じことを繰り返して言います I repeat the same thing to you one more time もう一度だけっていう one more time これは副詞ですねもう一度だけ言うんだ言うですねもう一度だけ食べるもう一度だけ試してみる 同士と一緒に使うと好き好きにする表現は副詞ですねで、この One more time という副詞とさっき副詞化した Even if you don't like it あなたがたとえ嫌でもっていうのを入れ替えることできますねそうとどうなるか I repeat the same thing to you Even if you don't like it 私はあなたがたとえ嫌でもあなたに同じことを繰り返して言いますと そういうい英語の文章を成り立ちます。難しかったですかそんなに難しくないですねしっかり学んでいただくとそんなに難しいことではありません、えー、この名詞化とか副詞化とかっていう言葉を私よく,よく使いますけれどもこれ非常に大切なのはどんな文章を作る時もですねある文章を名詞化あるいは副詞化できるとですね どん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 文章を発展させることができてしかも数に限りがあるんですね名詞化の種類がたったの35種類しかありません副詞化の種類がたったの13しかありません合わせて48しかないんですねその48の名詞化副詞化の作り方が頭に入ってしまうとどんな文章でもですね 長いと思われる難しいと思われる文章であっても比較的簡単に言うことができるようになりますからここでまた日本における英語の発音のお話をしたいんですけどもまあカタカナで表現するとどうしても 英語の通りの発音ではなくなってしまうまあこれは常識的に皆さん分かっていますけどねカタカナにしてしまうと英語とはちょっと発音が違ってしまうとけれどもですね厄介なのはある英語では同じ発音であってもカタカナ表記で違う発音にしてしまうものがあるんですねそういうの気づいたことありますでしょうか一貫してればまだわかりやすい けど一貫しそうすると英語でそれらを英語の発音停止使おうとするときに非常に困難を伴ってしまいますね。ですから今日そのいくつかの例を挙げてみたいと思います。<coughs> 例えばですね棒あの走 というのこの棒とかありますね飛ぶ棒あれは BAR ですね、B A R、BAR バーバーで日本ではなんて発音するかバーって言いますねバー。けれども日本でバーって言うとなんかお酒飲むところ。 のイメージがありますでしょうそしてあの棒のことを同じな英語で同じ BAR 棒のことをねカタカナ英語でバーじゃなくてバールって言うんですねルーつけちゃうんですよで同じ英語の単語としては同じですね同じい,くいくつかの意味があるわけですけどもバー同じ単語バー だすねこれど,どうしてそうなっちゃうんだ,なんだろうとおそらくそれらの2つの使い方が日本に入った時にある人は「バーに聞こえてある人は「バールに聞こえたから2つの異なるカタカナの発音が日本語の中に入ってきちゃったのかなと思います。 で全く同じ例がですね AR 他の AR にありますね例えば車英語,英語ではカー日本人はカーって言いますでしょカー英語ではカーアメリカ英語ではカーで今度は道路なんか作る時使うもの コールタール。コール,タ,ル,コールタール。って言いましょう。tar。ターあれ、コールタール。って言わないですね。日本で。コールタール。タールって言うんです。で、カーの場合、カールって言わないですね。今日、今日はマイ,マイカールデイですって言ったら誰もわからなくなっちゃう。日本ではマイカーとか言いますね。 でこれも英語では同じ発音なのに日本語で「ある時はあある」って言って「ある時はあ」って伸ばしちゃいますね。これも一一貫性ののない例の一つですで。今度は「OR」の発音で一貫性のないものがあるのをちょっと指摘したいんですけども楽器のこう,こう,こう丸くなったこうラッパーみたいなやつ。 あれは角から聞英語の角。horn、h。O R、N, horn。角の形に似てるので、horn。で、ホールウンって言いますね。ホールルがあります、ね、日本語で。ホールウン。で、トウモロコシ。corn。h と c が違うだけなんですね。horn とコーンは最初の h と c が違うだけ。あとは全く同じ発音。 で、コーン。で、日本、カタカナ英語では、コーンって言いますね。コーンって伸ばして、コルンって言いますでしょう。レストランに行って、コルンスープをくださいって言ったら、お花がなっちゃったの、た多分ね。というのは、日本では、コーンの場合はル、ルー入れない。けど、ホルンの場合は、ルー入れちゃう。ホルン。これも、一貫性のない例ですね。で、 OR でもう一つ例をとりますと瓶の蓋が特殊な蓋ありますでしょワインなんかのこう蓋あれ ?CorkC-O-R-K C 日本ではコールクルがありますコールクけれども電気のコード C-O-R-D O-R 同じですねコールド英語ではコール 日本ではーってル入れませんでしょうだからおめ電気屋さんに行ってですね「コールドをください」って言ったら「そんなもの売ってます」売って,ませんってか言われちゃいますでしょう。で今度はす瓶の蓋抜いてほしい時に「あのコーク抜いてください」とか言ったら「コーク」。コカ・コーラのこと言ってるのかなとか思っちゃいますね。でこれも 日本語のカタカナ英語の矛盾の一つですね。同じ英語の発音なのにかたやこういう発音してかたやこういう発音すると。ですからまあこういう矛盾がない発音ができるんだったらいいと思います。で矛盾といえばですねその大きな 問題ががああるる都市名があるんですねアメリカの有名な都市で私がテレビのニュースとかなんか見ててもですね困ることがあるんですねそれはアメリカのカリフォルニアの南の方にある大都会ロス・アンジェルスロス・アンジェルスって皆さんも知ってるディズニーランドとかありますよねロンユニバーサル・ステュディオというかまあいろんなものがありますけども そこのロスエンジェルスという都市のことを省略して日本ではロスと言いますねロス。日本でどこに行って行ってきたの？ロスに行ってきましたっつって誤解する人がいないのがものすごい不思議なんですね。ロスに行ってきたって言うとほとんど100%あロサンゼルスに行ってきたと思うんですね。けれども実はこれが非常に 問題なんですねで英語を話す人はロサンゼルスのことをロストは言わないんですね何ていうかロスの L と a ンジ e ス e の A を二つの頭文字を使って LA って言いますね I just came from LA 私はロスから来た,来たところですと LA なんですね Have you been to LA? あなたロスに行ったことがありますかロストを言わない Have you been to LA? で、なんで「ロスト」とは英語では「ロス」とは言わないのかそれは英語では特にカリフォルニアなんかもですね「ロス」で始まる都市がですねたくさんあるんですよこれはまあラテン語系の都市の名前ですけれども「ロスアラミトスロスアラモスロスアルトスロスアンジェルスロスバノス ロスフレノス、ロスガトス、ロスルナス、ロスモリノス、ロスニエトス、ロスオソス、ロスパディラス、ロスランチョス。で、ロスのつく言葉がこんなにもたくさんあるんです。で、あの、ですから、ロスって言っただけではどこのしかわからないんですね。ですから、 先ほど言いましたように英語ではロスと言わないで LA と言います LALA で, LA でも実はですね3つあるんですねさっき言った中でロスアラミトスロスアラモスロスアルトスロス o ンジ l t スですから厳密に言うと LA って言っても4つの可能性がありますけれどもアメリカでは LA って言ったら 大抵はロサンジルレスのことを指します。ですからこれからはロス疑惑だとかロス警察とかですね、まあ、そういうふうに英語,で英語では少なくともですね言っては意味が通じなくなりますから LA にしてください。であの例えば UCLA という大学の名前知ってますか ?University of California UC University of California ですね、カリフォルニア大学 LA ロサンジェルスロサンジェルスカリフォルニア大学ですねそれを UCLOS UC と言わないんです UCLA もう英語では LA ですちょっとあのかあのカタカナ英語のあ日本英語の使い方の問題を今してきましたけどもでは、えー、今日学んだ 英語のちょっと言い方、発音の練習をしてみたいと思います。最初に聖句ですね <coughs>。さっき言った第一ヨハネの五章十三節。I write these things to you so that you may know that you have eternal life. 言えますか I write these things to you so that you may know that you have eternal life. eternal life の発音ですけども、e ter, ter, ね、eternal life. L は l ですね。la。F は F ですから、life. I write these things life know eternal these to you、so、that that have。so you, you you may know that you have eternal life. でで応応用用文文すね。ね。を二つ言ってみましょう、ね、私はあの金メダリストがああなたの息子さんであると聞いています。I medalist is hear that the your gold son。I hear that the gold medalist is, medal is your son. 私は あなたがたとええでもあなたに同じことを繰り返しています。I repeat the same thing to you even if you don't like it. I thing if like it repeat the same thing to you, even to don't you you don、like、どうでしたか今日のレッスンはあの分かりましたでしょうか ?Okay, well then, please come and join us again, okay?